皆様こんにちは。シップスイメージのバイヤーをしております中山と申します。今回もシップスの IGTV をご覧いただきましてありがとうございます。と今回ですが、シップスのコンテンツの中にあります Q&A の中から、皆様からすごく問い合わせの多かった着痩せするワンピースありませんかというものと、その着痩せワンピースを使ったコーディネート、こちらの2つのご紹介をしたいと思います。でワンピースは2型で、それぞれ2パターンずつの4コーディネート今回はご紹介していきたいと思います。はい、ではまず1着目ですね。早速私が着ているこちらのワンピースなんですけども、ラミーという麻生の素材を使ったすごく清涼感のあるワンピースになっております。で早速着痩せポイントとしては、ここのウエストのラインですねがすごく綺麗に出るワンピースになってまして、そのまあ理由としてはちょっと見ていただくと、三角のマチでハギが入ってまして、全部で6枚、後ろにもハギが入ってます。なのでその分裾にすごくボリューム感が出るので、ウエストとのメリハリがついて、その分シュッと綺麗なカービーラインを演出していただける1枚になってます。なので前横後ろどこから見ても着痩せ効果のある抜かりないワンピースになってます。はい、では続きまして、こちらのワンピースを使ったコーディネートを2つご紹介していきます。と、まあ、1枚でもちろん着ていただきたいという気持ちはあるんですけども、まあ、ノースリーブで腕が出るのが気になる方も多いかと思いますので、まあ、そういった方には、まあ、ベーシックなカーディガンを合わせていただくのがおすすめです。なんですけども、今回はあえてその短めではなくって、少し長めの落ち感の出るシルエットと合わせていることによって、こう縦長のアイラインが綺麗に出るシルエットになっています。はい、でまあベーシックに羽織っていただいてもいいんですけども、さらにベストなんかにちょっと縛ってあげると、まあ、先ほどお伝えしたここのウエストラインっていうのがすごく綺麗なので、こういった形で合わせてあげると、プラスワンアイテム上級者のコーディネートを楽しんでいただけると思います。はい、続きまして2つ目のコーディネートをご紹介いたします。と上にトップスを重ねて着てみました。ワンピースですと、まあ、大体1枚できるか、先ほどお伝えしたような羽織物できるコーディネートのイメージが強いと思うんですけども、こちらのワンピースは先ほどお伝えした通りに結構裾にボリューム感が出るので、あえてこういう上から重ね着をしてあげてもすごくワンピースの印象も崩れずに見せていただけます。で今着ているようなこういったレースものなんかを合わせてあげて、素材のコントラストをつけるとすごく華やかな印象で着ていただけます。と加えて、まあ、小物なんかもこういったちょっとこうキラッとした素材なんかを合わせてあげると、夏のお出かけのシーンにもすごく活躍します。でこちらのワンピースなんですけども、と私が着ているこの鮮やかなグリーンと、あとはこちらのクリーンなブルーとネイビーの3色の展開になっています。続きまして2つ目の着痩せワンピースのご紹介をいたします。と今回はプレスの杉田さんにも来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。とですね、ペイズリーの花柄のワンピースのご紹介をしたいと思います。すごく柄が華やかな羽織ワンピースなんですけども、ちょっと見ていただくと、遠くからだと分かりづらいかと思うんですけども、と柄がジャガードの柄と少し透け感のある素材になってますので、すごく柄を乗せても奥行きが出て上品な1枚になってます。で早速こちらのワンピースの着痩せポイントをご紹介いたします。でこのフロントの部分だけちょこっとシャーリングを寄せているワンピースになってますので、そこが絶妙なポイントになっております。はい。はい、で、まあ、普通の張りのある素材だと結構ごわついてしまうんですけども、こういった落ち感のある
素材だからこそすごくここのウエストラインが綺麗に出る1枚になってます。では、続いてペイズリーのこちらのワンピースのコーディネートを2つ紹介していきます。まず1つ目は、小物を使ったテクニック編です、はい、ウエストにリボンがついているので、まあ、もちろん1枚でも着ていただけるんですけども、今回はそのリボンではなく、ちょっとベルトを、ちょっと細めのベルトをプラスしてみます。もちろん1枚でもすごく綺麗に着ていただけるんですけども、ちょっと寄ってみて、はい、あえてこう革の小物を入れることによってよりメリハリがつきますね、うん、はい、うん、ちょっとこう垂らしてあげる感じもいいですね。ちょっとアクセントに、うん、そうですね、なりますね、程よい感じですね、はい、うんうん、今腕元を割とこう普通にしてるんですけども、そこにもプラスアクセサリーを、はい、でちょっとその時に腕元ゴムついてるのでキュッと上げてあげると、はい、いいですかね、うん、で腕元にも抜け感が出て、はい、すごく素敵な雰囲気になります。ちょっと小物をプラスするだけで先ほどの雰囲気とはガラッと印象変わってこなれ感も出る着こなしに変わります。はい、続きまして2つ目のコーディネートをご紹介いたします。今回はワンピースではなくて羽織に変えてきてもらいました、はい、うん、羽織にしてもすごく華やかな印象ですね。で後ろがこうギャザー寄っているので、はい、分かりますかね、うんうんうん、ね、はい、さらっとこうバサッと羽織った時もすごく綺麗に見せていただけますね、はい、うん、でまあ、あえて中に着ているものも白に白のトーンにして中光りにすることによって、はい、よりまあ柄とのメリハリも出てすごく夏に向けて清涼感のあるコーディネートになってます、はいはい、で、まあ、こちらワンピースでも羽織でも着れる万能アイテムなんですが、この今杉田さんが着ているブルーとこちらの黒の2色の展開に、はい、なってます。でまあ、ここで着痩せワンピースのポイントをもう一度おさらいしますと、はい、まあ、裾のボリューム感、裾のボリュームとウエストのメリハリがあるもの、まあ、あとはウエストですね、ウエストのギャザーで、まあ、特にこういう落ち感があるものっていうのはすごく綺麗にラインが出ますので、ぜひワンピースを選ぶ時の参考にしてみてください、はい、で今回Q&A から皆様の質問が多いところからピックアップさせていただきました。ぜひまたこれからもそういったコンテンツで質問をしていただけるとすごく嬉しいです、はい、はい、じゃあ今回はありがとうございました。ありがとうございました。